もう私の方が漫画プロ。な内田さんの超負け。もう本当にルール分からなかったでしょ。ないよろしくお願いします。急に始まるんだよな。急に今日も内田さんが来てまーす。今回、はい、あのいつも漫画ライブペイントしてもらっているんで、私もなんかでかい漫画を描いてみたくなりました。あ、描きましょう。ホワイトボードはちょうどいいかなちょうどいいと思って、これをこれじゃなくて方がいいかな。これ新しく内田さんが喜びそうなマッキーっぽい、マッキーっぽい好きなやつありますか？好きなやつないです。マッキーがないです、ね、あホワイトボードが、まあ、書かないのでいつも、ね、これリキッドチョークって何ですか？わかんないです。で、選んだのはどれですか？黒。あ、今日の内田さんの武器がホワイトボードマーカー。本当にブランドはあるのか。あ、アスクル、アスクル。で、私がこれから使うのがリキッドチョークマーカーかな。まあピンクだから、ちゃんと見えるかな。タイマーつけて漫画描きましょうか。はい。タイマーは何がいい？2分？よし、2分で漫画描きます。ちょっと待って、これテストしていい？やっぱりつかない。ホワイトボードマーカー？太字？あ、オッケーオッケー。よし、タイマーつけまーす。はい、2分です。ドン、ゴー！でっかいマンガ。漫画。時間がもうないかな。What？ パニック。私勝ってる。もう私の方が漫画プロ。な。全然勝ってる私。もう超負け。内田さんの超負け。もう追い越す。マジで。何も考えてないんだけど。あれタイマーが、タイマーが、いや、まだ、あれ、あ、まだ、あ、まだ時間いっぱいある。マジ2分は思ったより長い。ちょっと長いかもしれない。何を書けばいいか。こういうことありますね。思ったより時間ありました。ありますね。あれ、こういうチャレンジはしたことありますか？いや、ない。私、何？誰を書いてる？あれ、タイマーが止まってる？いや、あ、なる？なった。あー、すげえ、ちゃんとした。ちゃんとした漫画書いたね。当たり前じゃないですか。すげえ。2分だと絶対あ、わけわかんないやつ書くと思ったのに。いやちゃんとした漫画書いたんじゃないですか。ずるいよ。いや、もう2分で書くチャレンジだからこれ程度でしょ。いやいつもちゃんとなんかバトル漫画ですごい。いや、これ何なんですか。じゃあ説明します。漫画、oh, yeah. ページ1。女の子でしょ。What? となって、パオ。パオ。拳。で、現れて、まあ、正直逆になってる。本当はこれがここに来て、この人がパオの音聞いて、はい、え？となって最後にこれがドン。あるじゃないですか。うん、まあ。これはこの人ですか。いい、あの。本当は逆。この人は、分かりやすくしましょう。赤髪のこの人で、青髪、この人の手がこれ。あ、そうですね。そう。っていうか、なんでワット言ってるか。そう。イラついた。ね、ちょっと2分で漫画描くと、わけわかんない。わけわかんない。なので、教えてください。これはどんな漫画ですか？これは戦いの途中で、なんか何かに気づいて、はって目が。おぉ。で、走り出して、ちゃんとした足。ダダダダダ、走った先に敵がいて、まあ、ドカンって。ちゃんとした漫画描いたんじゃないですか？アウト。
あと、もうルール違反っていうか、なんで なんでちゃんとチャレンジが分かってない。こんな感じでしょ、こんな感じ。いやいやいや、聞きながらストーリーも考え、小回りも考え、アングルも考え、すごい。こんなちゃんとしたポーズも書いたし、ちゃんとした足、ちゃんと走ってるように見えてるし、効果音とかスピード出す線とか集中線とか、もうやだ。やだ。ずるい。やだ。ずるい。集中線入れた方が良かったです。そうね。じゃあこれ直す。これだけで。え、使わない。これだけでな直るか。そうそう。なんとなく。いいねいいね。あ、漫画っぽくなった。漫画っぽくなった。そうかそうか、そういうことあるんだ。そのどうしたらいいかわからないときに集中線入れるか。そうという今日のポイントです。というポイントです。バイ。本当にルールわからなかったでしょ。ない。最近世界回ってますよね。最近世界回ってます。なのでまた今度はどこ。次はイタリア。イタリア。ナポリコミコンに。おお。ナポリで、そこで会えますよ。会えますよ。で、それは漫画ライブペイント。漫画ライブペイント。で、その後他の国も行ってる。どこでした。次7月にアメリカで、10月にドイツまでは決まってるので。おー。世界の漫画ライブペイント。かっこいい。あのツイッターとか教えてください。ツイッターとインスタグラム@いぶき地方シーンで検索されてると思うので、よろしくお願いします。ぜひ登録とかフォローとか、フォローぜひフォローお願いします。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。